竹花先生、はい、パターの練習中ですか？パターの練習中です。ちょっと久しぶりにちょっと練習してます。お、珍しい。あんま練習しないもんね。まあちょっと少なくはなりました。今あのゴルフね始められてる方ってすごく多いと思うんですよ。はい。それで意外とそのパターのこう構え方だったりとか、はい、まあ、打ち方でパターって言ってもいろいろこう種類あるじゃないですか。あります。はい。でそれを初心者の、まあ、ゴルフ始められた方向けに、はい、まあ、ポイントというか、はい、まあ、こういう風に選んだりとか、あのパターはこう握るだったりっていうのをちょっとポイントを何点か上げてもらえると嬉しいんですけど。はい。パターの種類結構あるじゃないですか。パターあります。でこれ選び方とかってなんかおすすめあります？初心者の方。初心者の場合は、まあ、長さだったりとか角度だったり、うんうんうん、形状だったりとかっていうのをいろいろ選ぶんですけど、うんうん、まあ、最初のうちはちょっと分かんないと思うので、うん、初心者の方向けですからね。はい。なのでフェースバランスのパターを選んだ人がいると思うんですけど、うん、はいはいはい、フェースバランスって何かっていうと、はい、例えばこうシャフトを置いてもらったときに、うんうんうん、これフェースの向きがちょっと斜めになってるの分かります？あ、ここですね。そうですね、これが斜めになってます。はいはい。これかまぼこ型、マレットタイプっていうやつなんですけど、はいはいはい、これを同じようにするとさっきの角度はだいぶ違いますね。さっきこういう状態だった、ね、うんうん、こういう違いは何に現れるんですか？簡単に言うとフェースがまっすぐ動きやすい。上向くパターン。上向くパターンはまっすぐ動きやすい。で斜めのやつはある程度自分で操作をしないといけないっていう特徴があるんで、だったらもう最初からオートマチックに動いてくれるこういうマレットタイプとかを選んじゃった方が最初はすごく楽だと思います。あ、まあ、確かにこう難しい操作をねこうしなくていいから。そうなんです。そっちの方がいいかもしれないですね、はい、こういうちょっとこう角が生えてるみたいなのとかもやってみると、で真上を向いてるんで、こういうのとかもすごくこう打ちやすいですよね、うん、そういうことですね、まあ、はい、そこをちょっと目安に選んでもらうって感じの方がいい感じいいのかもしれないですね、はい、あと打ち方に関しては、はい、とりあえず3つポイントを押さえとけばいいかなと思います。3つ、はい、で3つっていうのはもう握り方と構え方とストローク、要は打ち方、はい、打ち方ね、この3つのポイントを、まあ、ある程度こう押さえとけば、うん、大丈夫だと思います。なるほど。まず持ち方なんですけど、持ち方、パターの持ち方ってもう10人いたら10人違うって言われてるぐらい本当にいろんな持ち方があるんですけど、はい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 、1つだけとりあえず押さえてほしいのがまっすぐ転がしたいので、うんうんうん、フェースの向きをまっすぐ動かしたいっていうのが目的なわけですよ、うんうん、なんでこの手のひら同士が向かい合ってるような状態、向かい合ってる状態、はい、要はフェースの向きとこの手の面の向きが同じ向きを向いているかどうかっていうのがすごい重要なんです、うんうん、揃えるような感じ、揃えるような、うんうん、これであれば例えば、右打ちの場合だったら右手が下で構える、まあ、順手でもいいし逆手でもいいし、うん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 、何でもいいんですよ。なるほど、はい、そうするとフェースの向きをまっすぐ操作しやすくなるので、うん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 、まあ、このグリップはこのポイント一つまず押さえておく方が握りに関してはですね、はい、いいと思います、はい、で構え方に関しては、ボールをまっすぐ転がしたいので、あんまり例えばボールからこう離れすぎちゃったりとか、離れちゃう、そう、まあ、ましてや近すぎちゃったりとかすると、うんうん、こうどこがまっすぐか分かんないけど、はいはいはい、とりあえず目の真下にちゃんとボールが来るように構えてあげると、まあ、比較的自分が打ち出したいこの方向性がすごく見やすくなっていく。ああ、合いやすいってことですね。合いやすくなっていく。それ目はどっちの目なんですか？これは一応左目の下ぐらいが一番いいです。左目ぐらいがいいですよ。いいです。で、なんでかっていうと、このフェースの面、うんうん、これが構えた時に大体体の中央に来るようにします。うん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 、体の中央に来た場合、ちょうど足の真ん中にこう面が来た場合、体のど真ん中よりもボールがちょっと左にずれてる状態になるんで、はいはいはい、なので左目の真下ぐらいがいいんですよ。そういう考え方なんですね。そうそうそう。なるほど。で、これが構え方のポイントです。うんうん、構えるポイント。はい。で、あと打ち方。打ち方。ストロークは基本的に、キーワードが1対1っていうのがキーワードなんですよ。おー、1対1。1対1。で、何が1対1かっていうと、
振りのまず幅、例えば右のつま先の前までフェースが来たら今度は左足のつま先の前、左右対称ってことですか？左右対称の振りの幅で打ちましょうっていうのが、まあ、基本的に覚えておいてほしいです、うんうんうん、でもう一個1対1があって、それ何かというとテンポのリズム、リズム、はい、例えば上げるスピードゆっくりで打つスピードだけでパンって速くなっちゃうと、うん、まあ、距離が合いづらくなるので、まあ、その逆もしっかりですね、パッと上げてでゆっくり打つとまた弱くなっちゃうんで、基本的には1対1のリズム、同じ1対1のストロークの幅と1対1のリズムで打ちましょう、まあ、同じ幅で同じリズムで、そうできれば同じスピードがいいです、うん、スピードもね、はい、スピードも同じよ、同じっていくと距離感が合ってくるんですよ、うん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 、で初心者の場合だったら例えば肩幅ぐらいに足を開いたとして、つま先からつま先まで、まあ、例えばですけど 1m、まあ、1.5m なんです、はいはいはい、でつま先の外から外までで、まあ、例えば 2m っていう感じで振りの大きさによって、あ、大体このぐらい転がってくれるなっていうその距離の目安をそこでちょっとこう掴んであげると、うん、あのなんだろうな、こうパターでの大きなミスっていうのは、まあ、比較的減ってくるとは思います。まあ、目安を作った方がいいってことですよね、そうです、自分の距離感なりね、はい、そうです、なるほど、っていうのが、まあね、あのパターンの基本というか、まあ、押さえておきたいポイントになってきます、うん、まあ、これをこう、まあ、考えて、まあ、パターンの練習なりっていうのをこうやってもらうと、はい、まあ、まあすんなりこう、そうですね、ね、上達していきやすいっていう感じですかね、はい、そうそうそう、うんうんうん、あとはまあその、まあ、やっていくうちに例えば握り方だったりとか、うんうんうん、まあ、それこそパターンの選び方とかも、うん、ね、こんないろいろ種類ありますからね、自分に合ったものをそこからチョイスしていければいいと思います、うんうん、わかりました。了解です、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様、ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。